サーブレオが抜けていく、シュートは三塁で止まります。さあここは牧原がつないで、ファーストランナー牧原スタートを切る、キャッチャー二塁送球、盗塁成功。3球目打って左中間だ、打球はレフトフェンスいっぱい、角中ボールを取る、シュートタッチアップ、スタートを切ってホームに帰ってきました。1点返します。6対4、栗原左中間への犠牲、打球は左中間、どうだ、抜ける、タイムリーツーベース、柳田左中間に持っていきました。まあ、1番2番で作ったチャンス、はい、3番4番で点を取ってきました。いや本当流れがいいですよね、はい、打球は三遊間を打っていく、中村同点タイムリーヒット、回7回を下に抑えた、これも大きいですよね。さあ打球は左中間だ、もう見られた外野手、入ったタイムホームラン、ここもシンカーを打たせました。セカンド中村追いついて一塁送球、どうかヘッドスライディングはセーフになりました。内野